このコーヒーはエルサルバドルです。お湯の量は95度です。30秒蒸らします。外側には抽出しないでください。約30秒で2回目の抽出です。ゆっくりゆっくり500円硬貨へ冷蔵した抽出します。1回目2回目でほとんどコーヒーの味は決まってしまいます。これで3回目抽出。とりあえず横のとこには抽出はしません。それがコツです。この豆の特徴は、酸味がほとんどなく、すごいコクがあります。大変美味しいコーヒーです。エルサルバドルの、豆の特徴なんですけど、パガラマ農園と言いまして、温泉コーヒーというコーヒーなんです。温泉コーヒーというのは、そこの農園が温泉が湧くもんですから、その、温泉でコーヒーの生豆を洗います。それでアクのない大変美味しいコーヒーが出来上がります。それを丁寧に焼いたコーヒーです。コーヒー屋四日市店、四日市市西浦 2-3-8、 電話番号が 059-351-5922、 よろしくお願いします。